KC ・ケラーはアメリカ合衆国元同国代表サッカー選手。ポジションは GK。長年アメリカサッカー界のゴールマウスを守ってきたベテラン。自身は FIFA ワールドカップに4度出場している。イングランドのプレミアリーグで聖 GK の座を獲得した最初のアメリカ人である。1969年ワシントン州でスイス系の家庭に生まれる。ポートランド大学で 大学サッカーのキャリアをスタートさせる。1988年、大学1年の新人として、NCWA のサッカー大会に出場、チームをベスト4に導く活躍を見せる。翌1989年の大学サッカーシーズンオフには、ウエスタンサッカーアライアンスに属する、FC ポートランドに参加する。そこでは、10試合に出場、活躍を見せ、リーグ MVP に選ばれる。 1989年、FIFAU-20 ワールドカップに出場し、ベストプレイヤーの時点に選出される。この活躍により、翌年アメリカ合衆国代表に抜擢され、さらには、イタリア W 杯のメンバー入りを果たした。1992年、イングランドのミルウォール FC と契約、レギュラーの座を手にする。しかしながら、チームの降格により、レスターティ FC に移籍。 ここで、プレミアリーグ初出場を果たす。その後、スペインを経て、トッテナムホットスパー FC に移籍。しかし、ポール・ロビンソンの台頭により、サウサンプトン FC へのレンタルを余儀なくされ、翌年、ドイツのボルシア・メンヒエングラットバッハに、活躍の場を求めた。2007年、ボルシア・メンヒエングラットバッハの降格により、フリーエージェントとなりフラム FC と契約。 サンドイングランドに舞い戻った。アメリカ最優秀選手をサンド受賞。1990年2月4日のコロンビア戦でデビュー。1990年、1998年、2002年、2006年の K4 回の W 杯に出場。ドイツ W 杯後、代表引退を表明した。通算102キャップはアメリカ GK 歴代1位である。ありがとうございます。